東京イースト21ホテルイースト21東京ホテルイースト21東京とは東京都江東区にある大倉ホテルズリゾーツに属するホテル東京ディズニーリゾートグッドネイパーホテルの一つ1992年鹿島建設の資材置き場であった同地に同社による深川地区再開発事業の一環である複合商業施設 東京イースト21において、下町地発の本格的指定ホテルとして、営業を開始する。鹿島建設が、子会社、鹿島ホテルエンタプライズを通して経営していたが、バブル崩壊の余波を受けたことと、都心からの立地の悪さなどから経営的苦境に、落ち入り、1998年6月、株式会社ホテルオークラと、技術指導契約を締結。 その後、同年11月、運営委託契約を締結し、大倉ホテルズリゾーツのメンバーホテルとなる。2002年、鹿島建設の子会社である鹿島東京開発株式会社が、鹿島ホテルエンタープライズを吸収合併したため、現在のホテルの経営会社は、鹿島東京開発株式会社ホテル事業部となっている。2000年9月には、民主党大会が開かれた。 2007年の第21回参議院議員通常、選挙では当ホテルのホールで開票作業が行われた。ありがとうございます。